久保さん。月収100万は楽勝にしときましょうか。まあ、さっきね、ブログ書いてたんですよ。ブログ。まあ、楽勝っていう、まあ、ちょっとキャッチコピーで使わせていただきますけど、まあ、楽勝って何かっていうと、久保さんが言う通りテクノロジーがあるからです。で、昔はこのテクノロジーをもしあなたが作るんだったら楽勝じゃないですよね。あなたが YouTube の仕組み、システムを作る。楽勝ですか楽勝じゃないですよね。多分ね、作れないですね。 じゃあ、スティーブ・ジョブズになれますか ?iPhone 作れますかいや、これ楽勝に作れないですね。でも僕たち、ね、楽勝に iPhone 使えるわけですよ。<laughs> ね、その先人が作ってきたサービスを使えるわけですよ。ただ乗りできるわけですよ。YouTube なんかただ乗りできるし、まあ iPhone はちょっとお金かかりますけど、まあそういうテクノロジーを僕たちは使えるわけですよね。だからこれらをちゃんと使って使いこなせれば、まあまあ本当楽勝ですよ。でも、 その楽勝じゃないって言ってる人は、ぶっちゃけ言うとそれを使いこなしてないですよね。で、使いこなすためにどれぐらいの量が必要なのか、それはその人によって変わります。久保さんで言うならば、Facebook ライブ4000回。まあ僕もね、まあ YouTube ライブもそれぐらいやったと思いますけども。<laughs> まあ動画も何万本やってますよ。まあ完全使いこなしてますよ。うん。もう慣れてますから。動画撮るなんか鼻くそレベルですよ。それ使いこなしてるから月収100万楽勝とかですね。でも使いこなしてない人は、 そのテクノロジーを使うことは大変なんですよ。わかりますだからここの差なんですよ。だからそのテクノロジーを、まあ、いろんなものがありますよ。いろんな。でもそれを使いこなすことができるんだったら、余裕で月収100万は行くということです。逆に言うと、月収100万が難しいという状態の人は、えー、iPhone の操作がね、不慣れとかね、えー、YouTube 一度も使ったことがないとかね。それは難しいですよね。<laughs> ユーチューバーになろうっつってユーチューブ一回も使ったことない。それは難しいですじゃないですか。ヒカキンさんのね、タイムスケジュールすごいですよ。なんか10年分のなんかタイムスケジュールかなんかな。ずっと、もう、日々動画撮って、日々編集。<laughs> いや、あのね、Google ま、Google カレンダーやばかったっすね。ヒカキンの。鬼 <laughs> 行ですよ。でも使いこなしてますよね。で、使いこなした結果どうなのかと。ヒカキンさん、スーパーのレジでしたからね。<laughs> スーパーのレジ男でしたからね。 いてらっしゃい